直政は立派な将に成長したな。おそらくは小田原の戦でも天下に名を轟かすだろう。ありがとうございます。これも家康様が直政を信じて見守ってくれたから。いやいや、母のように見守ろうと思っておったが、やはり直虎のようにはいかなんだ。全ては母を思うこの心ゆえ。直虎、これでお主もようやく肩の荷が下ろせるな。はい。でもすみません、私だけ荷物を下ろしちゃって。なんの、わしには直政がおる、皆がおる。重きになれど、もはや苦にはならぬよ。家康様、頑張ってください。私はそろそろ普通の女の子に戻ります。でも家康様と直政が太平をつかむその時まで応援します。ずっと。